プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。ポポポを探してね。皆さん、ごきげんよう。またやられました。やられました。パパ、詳細をどうぞ。一切れ案件っすよ。はい、新型アルファード、また当て逃げされました。ほれー、調子よく調子よー。ウェーっと、ういはいはい、始めた。はいはいはい、はい、以前のね、動画で、はい、アルファードね、当て逃げされたということで、ね、傷ついてる動画ありました。あれ直しましたね。数万円かかって直しました。そして先日約10日前ぐらいに気がついたんだけど、アルファードの、サイド、左後ろ部分、サイド側ね、うん、くぼみがあるのよ、くぼみね、それやられました。で、止めてて、そのくぼみを発見してからこの約1週間から10日ぐらいでまた傷ついてました。だから3回やられたってことなのよ、今のところ。アルファード新型の方めっちゃクソやん。クソやん。今からね、そのどこをどういう風にやられているか、まあちっちゃい傷だけどね、めちゃくちゃ気になります。自分で当てることないので、パパ、はい、見に行きましょう。そうだよね、パパ、なんか誰よりもクボ大事にしてるもんね。ね、うまいしね、俺、うん、そっか、運転うまいから当てることほぼないです。パパ、あの筑波サーキット最速だから。知らんけど、いや、行ったことないけど、それは行ってみたいの。行ってはみたいけど、自分の車では走りたくない。痛みそう。まあだからもう結局もう行きません、そういうとこはね、パパはね、もともとね。はい、じゃあ見に行きましょう。はい、はい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 、現場に到着しました。どこをやられてたというのを見てください。はい、こちらです。一見わかんない、パパもすぐわかった。姫ちゃん当ててみて、ここっていうの。そうよ、それよ、え、これよ。え、ガチや。うん、荷物かな、これチーってなってんじゃん。あとさ、ちょっと立ってみて。これは別に傷じゃないんだけど、ここ変な指紋みたいなのついてんの。いや、こっちも、わかる。ここら辺、ここら辺見える。この辺から立ってみて、姫ちゃん、こっちから。めっちゃ見えてんじゃん、この辺と、あ、ここ。何これ、こっちが、これね、触った後、なんかさ、こんな感じになるとこ、ちょっと見てみて。マジで人様の車に見て。うわ、こんなんじゃない。うん、わかる、絶対そうじゃん。あー、疲れた、やばー、自分の車みたいにして。そう、それから写真撮影したかも。俺の車、これ、新型アルファードみたいな。あ、見て、全く同じ付け方してない、うん、やばー、ありえん、人としてありえない、ね、やられてないから。見て、大丈夫、これし高いよ。多分やられてなさそうだよね。うん、もうなるよね、多分。大丈夫そう。こっち側見てないんだよね。姫ちゃん一瞬してみて。大丈夫そう。こうね、斜め前から見た方が見やすいよ。お、奥、こだるよね。あ、そうそう、あと左後ろ、ここ見える。来てるのか分かんない。でしょ、何度も言うけどさ、あの自分で車、運転してる車当てることないからね。うん、まあ、初心者の頃はあるじゃん。けどもうかれこれもう20年ぐらい無事当ててないから、うん、自分でやられるばっかりです。何これ、もし気持ち悪いんだよ。パパ、車やられてばっかじゃない、全部の車やられてな、こういう。いや、多分ね、あの複数台持ってるから、だから他の人の何倍も確率があるってことじゃない。そういうこと？多分そう思います。ということでね、今から解約申し込み行ってきます。はい、行ってらっしゃい。はぁ、行ってくるね。うん、いい子にしてるんだよ。
あ、パパ帰ってきた。ね。おかえり。どうだった？申し込みしてきたよ。うん。え、回してたの？え、パパ帰ってきたから。ああ、そうなんだ。うん。そうそう、帰ってきた。疲れた。そうか。しょうがないね。うん。でも、台数減らすしかねえわ。え？ね。うん。車の台数。じゃあ、一旦帰りましょう。帰ります。はい。いや、やさ、はやだ。あーさ。お話をしますと、まとめるとね、まずアルファですね、見ていただいたように傷ついてましたね。暑かったね。めっちゃ暑いよ、そこの駐車場、うん、それでね、車ね、そこの駐車場3台借りてんのよ。で、登録した車両しか出入りできないの。だから、2台置いといて、3台目登録してるわけでしょ、その駐車場で、うん、で、これはもう乗って帰るじゃん、家に。で、家には2台置いてんじゃん、これともう1個で、また駐車場行くときにピッて止めて、こっちを乗ったりしてんの。だからまあ、駐車場代金、あの解約の方さ、申し込みしてきたけど、はい、もったいないしね。もったいない。ね。もったいない。で、自宅の方はね、2台しか置けないじゃん。ね。2台十分じゃない。そうしようと思う、ほんと。もう、申し込みしてきたんで、うん、駐車場の。新型アルファードは絶対いる。ね、けど、ひっついたから嫌だな。買い替え。じゃあ、あれよ。1年以内だと売ったら、転売目的とみなされて、ダメなのよ。そうなの？うん。転売よ。けどまあ、1年過ぎれば別にいいんだけど、うん、なんでかっていうとさ、アルファード、あの買った時でもちょっと多分高く売れちゃうと思う。だからダメなんだって。もう嫌だな。だからね、駐車場3台分解約してきたということ、2台売らないといけないじゃん。ね、車、何売ったらいいと思う？ね、うん、ポルシェ売って、うん、ボクシー売る。はい。新型のは、うん、新型アルファードで、うん、オッケー。私も思った、同じこと思った。ウィー、そうだよね。ポルシェあんまめっちゃいいよ、あれ。いや、かっこいいけどさ。そう、かっこいいだけじゃん、かっこいいだけ。そう、なんかさ、車いっぱい置ける土地欲しいよね。わかる、うん、ね、わかる。うん、いや、私は別にいらない。シャッター付きガレージがあって、その中に入れたい。で、私はあの、今回なんでこんな、あ、前も LC やられたじゃん。だから4回やられてんのよ、あの駐車場で。LC、あの、ペンキかけられたでしょ。聞いてる？で、アルファード、前、左前やられて、直した。で、左後ろやられて、左前やられてる状態。だから、4回やられてるわけなのよ。原因は何かというと、運転が下手な人がいる。そして、当て逃げする。ただそれだけ。また、ポルシェもね、また縁があったら。売りましょう。最後に楽しんでさ、終わろう、ポルシェ。いや、違うよ。昨日見つけたんだって、その傷をね、あの傷を。で、あの、ポルシェ走らせないとと思って、走らそうとして走るじゃん。いつものルートこう、どうだ、30キロぐらいあるのかな ?20 キロぐらいかな、ルート。ぐるーんとするわけなのよ、一周ね。それをね、5分の1ぐらいまで行くじゃん。もうだるい、もう降りようと思って。で、降りてまた乗って、もう帰ってきたからすぐ。で、昨日早かったでしょ、うん、帰ってくるの。うん、くっそだるかったもん。乗る気になれなかった。あー、慣れた？うん。わー。そう、当て逃げ渡されたって。だから、そうそうそう、さっきの土地。原因は、下手な人が当て逃げしていくからダメなわけじゃん。うん、だから誰とも干渉しない自分の私有地を買って、そこにシャッターガレージ付きの車庫を建てたいわけ。うん、で、その中に入れたいの。で、誰も触られないし、来ないじゃん。うん。ね、それがいい。やっぱ共用部分的なのがあるのはダメだ。マンションでもそうじゃん。確かに。どんだけ広くてどんだけ豪華でも共用部分は絶対あるから。何これ、あれ？次回パパ土地買って車庫を建てるシャッター付きガレージを建てるの巻みたいな。寿司券を建てるの巻。いや、ないわ。はぁ、ほんとその方がいいね。うん、ね。はぁ、ママが一番選びづらい、この世で。どれだけ今までさ、この動画出してきたよ。日本一の男。人にやられたこと？やったことないわ、うん、やられたこと話しよっか。ちょっといい？パパの前歴。ああ、いいよ。やられ系 YouTuber、どれだけやられたか。200系クラウン乗ってた時あったのよ。その時に高速道路走ってて、前の車ダンプが走ってて砂利積んでたのよ。で、砂利がパロパロボロボロ落ちてきて、で、フロントとかあのガラスとボンネットにカン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 コン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 ってこうなってたのよ。ガチ？うん。で、傷ついてて。やばくないそれ。
でサービスエリアで警察に、まあそれは一つあるじゃん。で、ね、20系アルファードの後期の時もね、チッてやられてたね、フロント部分。なんかね、タバコで焼いたような跡よ。茶色になってるの、白いボディが。は？じーって。わざとじゃん、それ。かな？あ、違う、白い部分じゃない。あのね、アルファード、30系前期かもしれない。フロント部分のマスクみたいなところが銀色っぽいこうメタリックになってるのよ、うん、そこにじーって当てたような跡で離して気がなんだこれと思ったらそう焼けたような跡になってるのよ。でもやられてるでしょ人にそれ。で、ね許そう。あのメルセデスベンツ C43 ステーションワゴンね、 AMGC43 ステーションワゴン、あれもフロントのバンパーなんかね彫刻刀で削ったようなガリッガリって2本あったこれぐらいの2本。いやあれあれよ、よくなんかさあの外で撮影し行ってあのあれ逃走中とかで使ってた公園あるじゃん、行ってた公園わかる？あそこの駐車場に2時間ぐらい止めてた時わかる？あ確かあの時はね撮影ね覚えてんのよ、ミニオンのなんかね撮影したはず。ああピクニックみたいなやつ懐かしい。あの時にやられたでしょ、あのパパがなんかミニオンなんか着物みたいな、うるさい、そうやられたじゃん。その間2時間ぐらいの間にやられたでしょ。あとはね、あ、そうそうそう、その20系後期か30系前期か忘れたけど、うん、アルファードのサイドかドアパンチ食らってたでしょ。で、NX はやられてないな。あ、それであの LX5708 人乗りの方、あの窃盗未遂だったでしょ。で、もう片手あるじゃん、すでに夜ブー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 みたいなずっと鳴り響いた、ね、姫ちゃん気がついてくれたよもんね、うん、パパその時寝てたもんね、ね、これ寝てた、まあ、ちっちゃな何この音起きてって、うん、ちっちゃなったらあ、あとあれだ G63 AMG G63、 あメルセデスベンツね、うん、G63 のあのボンネット なぜか少しボコってへこんでたでしょ。まあ石投げられて当たったんだと思うけど、だいたい犯人分かってるけど、あとそれと、前方のノア、ナーフの弾とか打ち込まれてたりさ、あと傷つけられたことあるんだよね。そういうことで。で、220系のクラウン、石でガリガリやってたでしょ？まあ誰か分かってんだけど、それも。もうそれも通報済みだし。あと30系アルファード後期、チャリンコで後ろ子供が突っ込んできてガシャーンってなって傷つけられたでしょ？そこに止めててやられたよ。あ、そう？うん。ね、もう両手じゃ足りなくなってきたぞ。で、今度 LC か。LC ペンキかけられたのとドアパンチ食らっていたのあるでしょ、サイドに。うん、それで、まあ、今回アルファとか、左前、左後ろ、で、また左前、あれどうなった指。忘れた。10回以上あるよ、指で。あれ指どうなってた、忘れた、今。あれとにかく10回以上と。うん。あとあのボクシー、今なってるボクシーも、左サイドドアパンチ食らってるでしょ。ドアパンチめっちゃ多いのよ。どんだけ太いのって。俺でも当てないぞマジで。待って、あの開ける時ガシャンで出る時にガシャン、あれじゃん、あとあの大丈夫ですって言っていや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 当たってますやんって。あの時姫ちゃんなかったけど、でも言ったのよね、俺ら二人でさすがに当たってないって聞こえるように言ったのよ。大丈夫ですパターンでブーンって、あと見ると大丈夫じゃねえよってけどその人はそれで大丈夫だと思ってんだよ。だから例えばさ、あのその人多分あれだよ、歩いてて車にはねられても分かんないじゃん。そう、宇宙人あのあの時二人でさ、そうそうそう、あのあれ未確認生物よ、宇宙人に運転手がこう大丈夫です、怪我してないですかって言っても大丈夫ですタタタタタタってそうそうそう、マジやばい、うれー当たったっていうの分かってないから新種の宇宙人よ、あれは。やばいね。いや、もうね、これ動画にね、全部が全部してないし、あの、多分全て思い出すことあると思うけど、多分世界一かは分かんないけど、日本一やられてる男だよ。15回以上はあるよね、全てで。ギネス取れるんじゃない、ワンちゃん。車乗られた感じで。でもね、思ったことがある。これもね、駐車場でも言ったけど、パパね、いろんな車持ってたりするわけじゃん。だから、人より2倍、3倍、4倍、当てられやすい。やばい、安い。そうそうそう。そうそうそう。だと思います。にしてもじゃない？うん。こんななる？いや、ね、やられてんの全部駐車 してる時にやられてんのよ、うん、だからさっき言ったように誰も来ない、ね、第三者が触れないところに保管しないといけないってことだよね。え、何？パパが運転うますぎるだけで普通は下手ってこと？ああ、そういうこと？みんな当ててくるもの？
当てるのが普通？それが普通？いや、普通じゃない、普通じゃないよ、うん、当てらないよ、そうだよね、俺こんな体でも当てないからね、ドアマジで、マジで降りる時とか、うん、俺も当たったろうじゃないよ、うんうん、私も感覚がおかしいのか、すんごい体型の人がどっちかだろうね当たったって感覚がないのよ。日本にすごい体型の人あんまいなくない？確かにね、体重がバジャーンってやってコツンって当たりました。それでやっとそれなの？そうそうそう、だからこんぐらいだったら大丈夫ですなんだっていや、もうね、もう嫌になりました。とにかくそういう人って自分勝手やんや、ね、駐車場もう3台とも解約して、車ももうとりあえず2台ぐらい売るわ、もういいわ、もう疲れました、ね、もうアルファードも売るわ、もう全部売るわ、はっ、歩くもう歩くわ、歩くわ、俺も歩くわ、あの免許返納、免許返納するわ、俺が免許返納するわ、免許売んないで、免許を売るってどういうこと？どういうこと？怖い怖い怖い、個人情報売るってこと？怖い怖い、免許売れないで、売っちゃ売れないでしょ、いや、いや、ほんともう免許返納しようかと思うよ、ダメ、あ、違う、俺がするんじゃないよね、加害者がするべきだよねそうだよね、そうだよ、ということで、今回はね、また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 車やられました、はい、多分15回ぐらい行っていいはず、パパだわ、パパは15回ぐらい行っていいはずね、ギネス取れるってその回そして駐車場も解約して、車ももうね、もうあの全部、あ、売っちゃダメかね、もう早まらないで、なんとか何台か売ります、うん、売っちゃってね、もう免許はちょっとあの返納するかどうか考えます、早まらないで、早まらないで、大丈夫です、こんな感じです、はい、皆さんもね、当てたら逃げないようにね、してください。あとあと自分に返ってきます。はい。気をつけてください。はい。当たられた側の気持ちも考えましょう。自分の世界ではないんです。責任。自分中心で世界回ってます。自由は責任を持つのです。哲学者？じゃあね、もしかしたら車庫食べてみたっていう動画を出すかもしれないし、出さないかもしれませんはい、ということで終わります、せーの、またね、バイバイ、10回以上か許さん今回のパカ子はここにいたわよ、みんな、わかったかしら、それでは皆さん、ごきげんよう、グッドボタン押してね、この動画も見てね、小さい頃の動画も